こんにちは、スタイリストの大山修です。今回の動画では、大人の春の定番コーデ参戦というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。動画を撮影しているのは3月の中頃なんですが、最近結構あったかいですよね。まあこれぐらいの気温になると、そろそろですね、春のコーデを存分に楽しみたいという男性が多いんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もファッションが好きなので、そろそろ秋冬のファッション飽きたよなと感じていまして、春用に買ったものをですね、続々と使い始めていますので、今回の動画ではそんな春服を着たくてしょうがない大人の男性に向けて、割と定番的で使いやすいコーディネートを3つに絞って解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。ちなみにですね、今回様々なアイテムを使ってるんですが、似たようなアイテムですとか、同じアイテムがありましたら、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。ちなみにファッションっていうのは季節感みたいなものを出すのがすごく重要なんですね。もう3月になるとまだまだ寒い日もあるんですが、ダウンだとかウールのコートを着てると、どうしても季節感みたいなものが漂わないので、ぜひ今回ご紹介するような春のアイテムを使いながらですね、季節に応じた大人の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にコーディネートを皆さんに3つ解説をしていきたいなと思ってるんですが、1つ目はですね、これはもう鉄板で、ぜひ皆さんにできればそのまま再現していただきたいなと思うんですが、今着てるのはですね、ステンカラーコートですね。まさしく春のコートを使ったような、大人のドストライクな定番スタイルかなというふうに思っています。一番上に着てるのは、これは去年買ったものなんですが、グリーンレーベルのステンカラーコートですね。今年も同じような形のものが出ていますし、先日のコラボレーション動画でも解説をしましたが、今回着てるのはベージュになります。まあ春らしいこういったカラーってすごく使い勝手がいいですし、明るさが出せるのですごくいいかなと思うんですね。まあグリーンレベルのステンカラーコートはもう定番なんですが、丈の長さだとかサイズ感完璧で、デザイン的にも非常に使いやすいので、これは大人の男性はマストで持っておくといいアイテムかなというふうに思っています。そしてその内側なんですが、今回はですね、一番下に、これはユニクロの定番のバンドカラーシャツですね。ちょっとこちらはサイズ感ゆったりのオーバーサイズ気味のもので、ですのでサイズは S を選んでいるんですが、それをベースに着ながら上に着てるのはですね、これはですね、先日、MB さんとコラボレーション動画を撮った時に、グローバルワークさんで僕が選んだボーダーのカットソーですね。これがですね、すごく使い勝手がいいので、今回は組み合わせてみたわけなんですが、このようなボーダーのカットソーって定番的な位置づけで、オーチバルだとか、セントジェームスだとか、そういった老舗のブランドが展開しているようなものなんですが、今季は非常に多くて、定番なんだけども、ちょっとトレンド的な立ち位置のアイテムかなというふうに思っています。これを着るだけでちょっと今季的な雰囲気が漂いやすいので、今回はコートの下に取り入れてみました。ボーダーのカットソーって単品で見るとちょっと子供っぽく見えるんですが、このようなロング丈のコートと合わせることで、程よくですね、カジュアルと切れ目のバランスが取れたりするので、結構僕は大人の男性にも使いやすいかなと思うんですね。特にコートだとか、あとはジャケットの内側ですね。そういった形で使っていただくとすごくバランスがいいので、この着こなしぜひトライしていただければなと思っています。で、ボトムスなんですが、ちょっと気分的にはデニムを使いたいなというふうに思ってるんですね。これまた MB さんとのコラボレーションの時にもお伝えしましたが、最近はデニム系のアイテムがですね、結構増えてきていまして、もちろんデニムのパンツもそうですし、あとはアウターとかシャツとか、様々なアイテムの中にデニム素材が使われること増えてるんですね。まあ、その中でも今回は僕はこう、デニムっぽく見えるんですが、実はデニムの素材ではないんですね、こちら。以前ですね、動画の中で解説をしました、ファブリック東京さんで作ったですね、まあ一応デニスラ、デニムスラックスみたいなものをですね、履いてるわけですね。まあ普通のデニムでもいいんですが、個人的にはこういったセンタープレスが入っていて、デニムっぽい素材を使ってるんですが、形はスラックスのようなもの。そういったものがですね、ちょっと大人の男性には似合いやすいかなと思ってまして、今回はこちらを履いています。これまた先日の動画の中で解説をしましたが、グローバルワークさんの中でもこういったデニムスラックスがあるので、そういったものでもいいかなと思うので、ぜひですね、今季は大人っぽく見えるような小綺麗なデニムスラックスというところ、うまく着こなしの中に取り込んでいただくのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあこのような形で上半身は結構ベージュとか、
ホワイト系で明るめに振ってあげて、一方でボトムスはこういったインディゴブルーでちゃんと引き締めてあげるというのがかなりセオリー通りで使い勝手がいいのかなというふうに思っています。で、足元なんですが、今回はニューバランスのですね、992というグレーのものを合わせています。まあ、このような僕はロング丈のコートにですね、あえてちょっとこう外しでニューバランスのスニーカーを合わせてあげるのがすごく好きなので、このような形でちょっとトレンド感を交えています。ただスニーカーに関しては白のレザースニーカーでもいいですし、ブラック系のレザースニーカーでも合うので、お手持ちのものでですねカスタマイズしてもらうといいのかなというふうに思っています。このスタイルはね、結構大人世代にはドンズバで似合いやすいかなと思うんですね。コートの持つ綺麗さと、あとはですね、ボーダーの持つカジュアルさ、このあたりをミックスさせながら、カジュアルと綺麗めのバランスを取ったスタイルというのは、大人の男性にはすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、再現していただければなと思っています。はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、我ながらですね、これは爽やかなコーディネートだなと思うんですが、いかがでしょうか。まあ、春らしいアウターとして、先ほどのステンカラーコートのような丈の長いものもいいんですが、僕は動きやすさって結構大事だなと思っていまして、その点ですね、このような丈がそんなに長くないアウターですね。これが一枚あると結構便利なんですね。こちらは先日動画の中でも解説をしました、ユニクロの今季のですね、デニムのオーバーサイズジャケットみたいなものなんですけども、これがですね、めちゃくちゃ雰囲気が良くて、個人的にも気に入っているんですね。まあ、先ほど今季はデニムがトレンドだというところをお話したかなと思うんですが、デニム素材というのをボトムスに使うのもありなんですが、僕はこういったアウターでデニムを使ったものって大好きで、これまでにもたくさん買ってきたんですが、こちらのユニクロのジャケットはめちゃくちゃ良かったですね。価格もちょっと書いておきますが、この価格でこの品質というのはですね、なかなか他のショップでは実現ができないところなので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。こちらをメインにしながら、今度内側にはですね、先日もご紹介しましたグリーンレーベルのですね、バンドカラーシャツですね。この色がですね、ブルー、めちゃくちゃ綺麗なんですね。結構僕はシャツは好きでいろんなものを買っているんですが、ブルーの色味の中ではもうパッと綺麗な色合いで、この今季のグリーンレーベルのシャツはめちゃくちゃおすすめですね。特にこういったインディゴブルーだとかデニム系の色との相性が抜群で、同じブルー系なんですが、濃いめのブルーと淡いブルーというところでグラデーションを作るにはもってこいなので、この2つの組み合わせが最強なんじゃないかとですね、個人的に思ってるんですが、いかがでしょうか。そしてもう一つですね、今季的な要素として皆さんにご紹介したいのは白パンですね。これまためちゃくちゃいいんですよね。今履いてるものはですね、これまたグリーンレーベルのですね、プレイパンツというもので、これね、めちゃくちゃ良くて、僕はもう一つ運営してるメンバーシップチャンネルでも激推ししたらですね、結構ウェブの在庫がなくなってしまったぐらい個人的に一押しなんですが、まあ、最近ですね、この白デニムっていうのがまたちょっとずつですね、人気は復活してきてるんですね。僕は今までの本の中で散々白デニムをおすすめしてきたんですが、正直ですね、ここ数年はちょっと白デニム勢いがなかったかなと思うんですね。というのも結構僕が今までですね、ご紹介していた白デニムというのは割と足にフィットしたものが多かったんですね。まあそういったものは今でももちろん大人の男性には似合うんですけども、今のトレンド感としては少しゆとりを持たせた、あまり小綺麗に見えすぎないようなですね、こういったシルエットのデニムが旬なのかなというふうに思っています。白の持つ清潔感を取り入れながらも、あまりキザに振りすぎないような、このようなですね、適度にゆとりのあるサイズ感のボトムスだと結構大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思ってます。もちろん今履いているような少しゆとりのあるものだけではなくて、テーパードの効いた今まで通りの白パンでも全く問題はないので、特に40代以上の男性であれば細身の白パンでも全然いいかなというふうに思っています。上半身がブルー系でボトムスがホワイトというのはもう鉄板で間違いのない組み合わせなので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。で、靴は何が合うのかなと思っていろいろと試してみたんですよ。白パンに対して白いスニーカーというのも合わなくはないんですが、かなり中上級者向けのテクニックなんですね。なので今回はまあやっぱりこれでしょうということで、ニューバランスを合わせています。まあ一応先ほどまでですね、履いていたのは992というモデルだったんですが、今回は1500という違うものを合わせてみました。
まあ、ボトムスがホワイトに対して、こういったライトグレーっていうのは相性がいいんですね。まあ、パキッとブラックで引き締めてしまうのもいいんですが、柔らかくグレー系で色をつないでいくのがバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも996とかでいいと思うんですね。ニューバランスの定番的なスニーカーとして996グレーを選んでもらって、このコーディネートを再現していただければなと思っています。この着こなしというのはある程度ベーシックな路線ではあるんですが、サイズ感を少し緩めにしたいだとか、トレンド感のあるようなデニム系のジャケットを着たり、白パンを着たいだとか、あとはバンドカラーシャツを合わせたいだとか、そういった部分ではちょいゆるサイズとちょいトレンドというところ、僕の中ではですね、めちゃくちゃテーマにしているところをうまく表現できたかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目は、僕が大好きなナイロンジャケットをメインにした着こなしなんですね。これはですね、もう春先僕自身よくやるので、皆さんにもご紹介しやすいんですが、まあ先ほどまではですね、ちょっと小綺麗なカジュアル着という印象でしたが、僕はちょっとスポーティーな感じも好きなんですね。アウター自体に機能性があって、サクッと羽織れて、風だとかちょっとした雨でも大丈夫な、こういったナイロン系のジャケットをですね、着るのが大好きなんですね。まあ最近購入してめちゃくちゃ活用しているアークテリクスのベータ LT というものをですね、今回のコーディネートではメインに添えてみました。こういったスポーティな着こなしの場合には、僕はですね、なるべく色合いに関してはモノトーンでですね、抑えるようにしてるんですね。まあこのアウター自体に色を使ってしまうと、結構ですね、カジュアルに振りすぎてしまいますし、あとはボトムスとかもブルーデニムだとかベージュのチノパンだとやっぱりカジュアルすぎてしまうので、まああえてブラック系の少し僕はですね、ゆとりのあるボトムスを合わせて、サイズ感をですね、ベーシックからずらすようなスタイルをよくやるんですが、まあこれはスマートアンクルパンツだとか、あとはアーバンスラックスとかでも全然いいかなと思います。まあなるべくベーシックな形でボトムスも細くしてしまうのもいいかなと思うんですが、ブラックで上下をですね、うまくまとめまして、あとは内側に着てるのはですね、こちら丸首の T シャツをですね、軸にしまして、襟元から少し覗かせてあげているというところ。そして上に着てるのは、これはですね、ユニクロの今季の 3D ニットですね。以前動画でも解説しましたが、このライトグレーがめちゃくちゃいい色合いで、春らしい柔らかな色合いなので、ぜひ皆さんにも持っておいていただきたいなと思っています。まあ、このようなナイロンジャケット自体はカジュアルなので、少しですね、トップスの中でも綺麗さのあるニットと合わせてあげると、ちょうどですね、綺麗さとカジュアルさのバランスが取りやすいかなというふうに思っています。アイテムの特徴で言うと、このナイロンジャケットはカジュアル。そして、ニットはやや綺麗め。T シャツはカジュアル。で、ボトムスはスラックスなので、やや綺麗めですね。シルエットがちょっとゆったりめなので、やや綺麗めぐらいでしょうか。で、足元は白系のレザースニーカーですね。まあカジュアルなんだけども、適度に白レザースニーカーということで、綺麗さもあるというところで、まあカジュアルと切れ目のバランスが全身で取れてるかなというふうに思ってます。まあポイントはこういったナイロン系ジャケット着るときには、あんまり色数はですね、たくさん使わずに、もう本当にですね、モノトーンとかで組んであげると、大人の男性にも似合いやすいかなと思いますし、スポーティーになりすぎないかなと思うので、このようなラフな休日着もですね、ぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています。ちなみにですね、この着こなしをベースにしながら、靴は何でも合うんですよ。先ほどご紹介したようなニューバランスのスニーカーなんかも合いますし、ブラック系のレザースニーカーですね、自由のスニーカーとかでも合うので、そのあたりはですね、皆さんのお手持ちのものの中でバランスをとっていただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、大人の春の定番コーデということで、皆さんにですね、具体的に3つのスタイルをご提案させていただきました。それぞれですね、割とこうベーシックで大人の男性、特に30代後半から40代以降の男性にですね、気軽にトライしやすいようなものをですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ春といってもですね、割と冬寄りの気温の時もあれば、本当に暖かい日もありますし、標準的な春の気温の時もあるわけで、それぞれの気候に応じたアウターを持っておいて、あとはですね、内側に着るものだとか、ボトムスだとか、そういったところを変えてあげるだけでも、かなりのバリエーションが組めるかなと思うんですね。まあ、今回ご紹介した着こなしというのは、皆さんのコーディネートの一つの基盤としていただきたいんですね。この着こなしをベースとしながら、中に着るものだとか、ボトムスを変えたりだとか、あとは靴を変えるだけでも、結構たくさんのコーディネートが作れるかなと思うので、ぜひ皆さんも鏡の前に立って、様々なコーディネートをトライしながら、春の着こなしというものをですね、楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、もうちょっとですね、中級者的なアイテムですとか、コーディネートについて知りたい方は、
僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でそういったものをですね、がっつり解説をしています。皆さんからいただいたご質問にも返していますし、週に一度土曜日にはですね、この YouTube ではやらない生配信ですね、そういったものもメンバーシップ専用でやってますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。